はい、どうも、チコシです。というわけで、今回もね、キャンプ生活やっていきたいんですけども、ちょっとね、今日ね、スランプ気味で、アサリ大負けしたんで、エリアで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。というわけで、やっていきましょう。ザトエリア。まあ、ザトエリアはね、キャンプ多分強いんだけど、なんか苦手意識あるんだよな、多分。バグ時代に、キャンピングシェルター、バグ全盛期時代に、スクリュースロッシャーにボッコボコにされてたのが多分原因なんだけど、すげえ苦手意識あるんで、克服したいと思います。はい。ちょっと、右高に、ノーチラスがいます。という実況。さあ、これが強いんですね、キャンピングシェルターは。これ、あえて傘から顔を出さないことによって、やはり、はい。最近なんかエナスタ増えてきてね、エナスタ飲むの楽しいんだけど、飲まれたらめちゃくちゃきついから、もうちょい、対面勝てるようになりたいっすね。さあ、このパージにヘイトが向いてる隙にエリアを止めちゃいたいところではあるが、はいはいはい、やっていく。さあ、あと1枚がどこにいるかわかんない。左か。まあ左はやってくれるでしょう。とりあえずキャンピングシェルターくんのね、お仕事はその場所を維持することなんで、この右高をね、どうにかこうにかして維持していきたいところではある。さあ、このノーチラスワンチャンやれそうだけど、復帰きますね。一旦帰ります。あ、見られてる、これ。あっぶねー。いやー、これも強い、キャンピングシェルター。できるようになった方がいいです。皆さん。着地した時に、一角入れられるようになりましょう。さあ、ノバブラスター一旦無視して。さあ、さあ、危ない。さあ、ノックアウト見えてきてますね。さあ、これも味方がやってくれたら嬉しかったけど、ちょっとキルが取れなさそう。エリア塗られたくないけど、ちょっとこのトルネきついな。さあ、結構ね、スペシャル強いキャンプがね、陥りがちなスランプなんだけど、なんかスペシャルが強いと、スペシャルために専念して、なんか、自分が思ってるより、ヘイト勝っちゃってて対面勝てないみたいな、スランプが起こるんで、やっぱいるよね。このウルショをね、意識しすぎないようにしていきたいところではある。多分そのせいでアサリやばかった俺。ウルショを貯めるの意識しすぎて、対面全負けレベルで負けてたんで、ここしっかりと、ちゃんと潜伏していきたいね。対面するときは。ちゃんと、キルを取るなら、ウルショか潜伏。うわぁ、運いいな、これ。相手かわいそうだな。トルネからウルショが出てくる恐怖ね、これ。さあ、右いる。はい。いや、これね。いや、これ。いや、いや。あ、オッケー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 。ちょっと今、二人持ってかれる可能性。さあ、打開ですけども、打開、ちょっときつい。あ、ナイス。いや、味方がやってくれたらマジで熱いね。でも、なんか無印より打開きつく感じるわ。それらは。ウルショが安定しないからな。ウルショでキル取るのがマジで難しい。後ろにいるやつはカバーしてあげたいけど、やれないか？オッケー。やりきったの熱い、これ。さあ、ブワブラスターは弱いので大丈夫です。はい。武器がね、もうどうしようもなく弱いので、ノバブラスターかわいそうに。サブスペもね、残念サブスペつけられてるからね。炭酸ボムは強いんだけどね。ノバブラ、え？メインが強えわ。いやー、ワイプアウティングされていますけども、ウルショもたまりませんけども、これ。とりあえず生存。こっち誰か来るかな？誰か来たら、そいつを、ちょっと、やれるかなぐらいのとこまで引き込めたらいいんだけど。偉いな、これ。ウルショたまんの早いな。いや、俺今カムバック積んでるんですけど、なんかやっぱカムバック強いわ。このゲーム。ナイス？さあ、エリア濡れますね、これ。ナイス。はい、ノーチ右。はい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 。ナイスカバー。ラインマーカーカバーされたんだけど。ラインマーカバー？よし、オッケー。やっていく。左多めだな。左、やりに行きますか、これ。さあ、ノーチラ作る。さあ、これバケツに拾われないようにしていきたいところではある。はいはい、バケツやって。はい、左高のノバブラス。ちょっと待って、俺強すぎない？いや、一角当て続けてるだけだけどね。GG ブロありがとうございました。
質問です。近橋さんに憧れて最近ガチマでもキャンプを使い出したのですが、なかなか難しく苦戦しています。近橋さんがガチマや X マッチで安定して勝てるようになるまでどのくらい練習しましたか？まあこれね、どのくらいって言われたら難しいけど、まあ今、まあ、勝率、まあ、10試合やって2、3回負けるかどうかが、まあ、上振れも下振れもない状態の勝率なんだけど、多分、まあ、7000時間やってこれだから、ちょっと難しいね。キャンプって安定させるの難しいから。でも練習あるのみです。というわけでスメーシーワールドやっていきましょう。なんかスメーシーワールドね、その日の気分で強いか弱いか変わります。多分。なんか俺前は、スメーシーキャンプ、強いって言ってたらしいんだけど、最近の動画で、スメーシーキャンプ、普通って言ったらしいんだよね。マジで自覚ないんだけど、このステージは、まあおそらくその日の気分で、キャンプの強さ変わります。はい。しっかりとこの裏取りのとこにね、トラップを置くの大事です。ウルショがちょっと怖いが、ナイス。いや、いいね。ウルショを吐くだけで、相手の攻め止まんのがいいわ。はいはい、ウルショで止めていって、これ塗られなかったらマジで熱い。熱い。ナイス。さあ、これキャンピングシェルター君を味方にやってもらう作戦ね、これ。はい。キャンプ対面はね、味方がいる方が勝つんで。あんな感じで。いや、エリアちょっと塗られそうだが。いや、ジェッパ抜いたのナイスすぎ、それ。マジでナイス、最高すぎる。はいはいはい。これあとキル取ればいいだけなんで。おっと、キャンプうめえな、相手の。はい。はい、オッケー。これは勝ったでしょ。はい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 、GG ブロー、ありがとうございました。質問です。しかしファンマークってありますか？もしなかったらスイッチの名前の後に打てるように考えてくれると嬉しいです。いや、ファンマーク。ファンマークってあれだよね。なんか VTuber とかが名前の後ろにつけてる、なんか、象徴みたいな、絵文字みたいなやつだよね。まあ、でもちょっと、いいかな。ファンマークとか、あんまり、柄じゃないというか、小恥ずかしいので。まあ皆さんがね、俺のことを好きっていう気持ちがあればそれだけで十分です。というわけでやっていきましょう。なんかやっぱりエリアはね、相手にキャンピングシェルターいた方が燃えるね。負けたくないからね。頑張って勝つ。まあ、対面は負けてもいいんだけど、やっぱ味方のチャージャー守ってあげたい。オッケー。対面は負けてもいいんだけど、やっぱチームを勝たせた方が格上なんで、キャンピングシェルターは。さあこれ、いや、ウルショ返してくれたら逆にこっちを狙っていく判断。そしてすぐ帰る判断。いや、こういうのいいね。こういう判断の速さいいね、俺。さあ、左のチャージャー君をやっていきたいところではある。チャージャートルネハイター。まあ、これ死ぬけど、アイコ、ナイス。さあ、打開ですけども、こっちは、なんか二人やってくれてる。ありがとうございます。打開イージー編来た。でもね、ここで、チャージャーに抜かれたりしたらマジでやばいんで、危なすぎ。チャージャーがね、怖い。やっぱ人数有利といえど、チャージャーに抜かれたら終わりなんで。はいはいはい。これ当たるっしょ。オッケー、ナイス、いいね。さあ、トラップ置いて。でね、スメッシュエリアやってて気づいたのはね、ちょっと後ろにいすぎると、味方が死んじゃうから、ある程度前にいた方が、なんかワンチャンありそうかなって感じがします。はい。これはあくびに入りますかね？ちょっと、わからないですけど。あくびですよね。ごめんなさい。さあ、これ、裏取りに気づいている方がいるかどうか。いるね。はい、ウルショ撃たれるね。アイコ持ってきたいけど無理か。まあ、てか、Sブラスト、弱ない、てか、弱くない？なんか、メインが弱いよね、Sブラストって。もうちょいなんか、パッとした何かが欲しいけどね。でも使い手次第でなんかちょっとだるい感じ出せるんで、とりあえずサメライドでエリア塗っといてほしい。サメライドマジで強いからね。サメライドで勝負決まる時だって、まあ1000万試合中の1ぐらいはあるんで。いや、これ乗ってるぞ。音する。うわ、ごめん。いや、でもジュマイパーちょっと無理かも俺。さあ、これは右へのヘイトがえぐいか。さあ、ここでウルシュ当てていきたい。当たんない。ウルシュ当てていきたい。オッケー。いや、これジムやれたら、怖いもんなしなんで、強気に行きたいところではある。いや、これウルシュに笑いたくないな。よし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 。さあ、これチャージャーやりますね。はい、やっていく。ジム復帰か。飛んでるか。いや、
あ、飛んでた。ナイス。いいね。ナイスワイプアウト。強い味方。さあ、とりあえずリードしたいんで、エリア内にトラップ置きますか。さあ、さあ、さあ、これ右高高い、どうしようかな。なんか、真下から拾えたりしないから。いや、素べしの右奥の潜伏ってちょっと難しいよな。ほら。いや、でも味方が、俺のヘイトでキルを取ってくださっているのマジでありがとうって感じ。チャージャーこっち見てる、やりたい。チャージャーやれない。誰もやれてない。さあジムはやりたい。ジムやれてない。やばい、これマジ死ぬやつ。チャージャーやりたい。誰もやれない。さあカウントがね地味にないんで、打開で誰かが奇跡的なキルを取っている。マジでナイス、マジでナイス。いやこれ一旦エリア塗れる。一旦エリア塗って、やば、死ぬ。危な。一旦エリア塗って、左やりたいな、これ。あ、オッケー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 。え、さあ、味方が耐えれるかどうか、マジでナイスだけど、あと、15秒ぐらい。さあ、味方死んだんで、これ、キル狙います。さあ、これ多分バレてないんで、はい、はい、やっていき、はい、やれない。うわあ、これはマジのラスト打開だけど、トルネ、いやでもこれトルネ早めに吐かせたのマジで熱い。キル欲しいな。1キルで、多分変わるこれ。はい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 、誰も死なないのが、ベストです。いや、ナイス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 。はい、やっていき。いや、これサメライト塗れるでしょ、ナイス。GG。質問です。聞きたいことがないんですが、どうすればいいですか？切っていってください。というわけでやっていきましょう。スベーシーアサリ。はい。さあ、味方の編成、相手の編成。これ、相手の編成ちょっと事故ってるんで、全然事故ってないわ。ノーチラスがクーゲルに見えた。いやー、これ、弓きついんだよな。キャンプ、マジで。さあ、これ、弓に狙われてるね、今。絶賛狙われ中。いや、でも味方が強いから、これマジ頼む。弓しばきたい。はいはいはい。この距離なら弓無理でしょ。さあ、これ一旦引いて、さあ、右高います。ちょっと、カバーしてあげて。さあ、これ、ちょっと弓やばい。どうするこれ。弓強すぎるんだけど。とりあえず、クーゲルが、なんだっけ、ジェットパックで、弓をしばいてくれたら、もうマジで痛い。やめてください。僕は、悪い人間じゃありません。さあ、これエリア一旦濡れそうではある。エリア一旦濡れそうではある。ナイス。いや、これ、マジで、ミスらない。はい、よし。いや、マジで、一瞬で殺されるからな、ミスったら。さあ、左のキャンプやりたいが、さあ、イカ登り当てられない。いや、これ、メガホンがちょっときついんで、よし。いや、今ね、引いてたらね、味方と被っちゃう可能性があったから、メガホン撃たれてるとき余裕あったらね、味方と被らないようにした方がいい。さあ、ウルショで、いや、もう一人いるよな。オッケー、サムネ決定。よかった。今日マジでスランプ気味だったから、サムネ取れてよかった。さあ、このまま、勝たないとダメだからな、とりあえず。さあ、とりあえず、適当にパージ流して、パージ割っていきましょう。はいはいはい。さあ、これ、味方が死んだけど、このね、手前に一瞬入られるダルさ、俺知ってるから。手前に一瞬入られると、一瞬攻めが止まるから、よし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 。いや、これいいね。はい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 。もうすべて見えてるわ、今。今俺熱い。いい目が熱い。さあ、どこにいるかわかんないけど、ウルショが溜まりそう。さあ、来なさい。はい、ウルショでパージ壊して、はい、はい、ジージー。いや、濡れないよね。はい、ジージー、ブロー、ありがとうございました。最後の質問です。ルールや編成で無印の方が強いかもと思うステージありますか？これあります。はい。矛とかはね、無印全然ありだし、ひらめが丘エリアとか無印の方が強いと思います。じゃあ、バイバイ。